ナンバーダブルファイブの岡田です。ナンバーダブルファイブの牧野です。今日は55番食堂っていう、はい、55番食堂っていうクッキングチャンネルクッキングチャンネル解説解説式で、はい、やっていきたいと思います、ね。はい、今日はこちらには お米が準備されておりまして、はい、こちらにはちょっと今日はですね、アサリちゃんと、あ、タイアルと思ってますんで、タイの方につけてですね、作っていきたいと思います。今日はこちらお酒はね、飲む用ではなくて、はい、味用に安いワインを買ってきましたので、残ったら持って帰ってきます。でしょうね。はい。という感じで、今日はちょっとお料理をしてみようかなと。あの、使い方がね、分かんないですね。はい、だと思いますので。炎天下2個と、そうそうそう。ドラムの、はい、鉄板で。はい。はい、ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、お米1合ですか、これは。お米1合ですね。お米1合、はい。で、水の分量が、うん、180ミリから200ミリと、はい、いうことです。わかりました。はい、下には下にはまあ、この固形燃料。固形燃料。ああ、まあ、これはあの市販品ですけど、はい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 、そんなにお値段はしなかったと思います。はい、よくあるやつ、あの旅館の下で。そうそうそう。でなんか本当はなんかね、水に浸して20分みたいな。あ、まあ、どんな、ね、どんな時もするのかな。します。炊飯器とか、ね。基本そうですね。あの下方が美味しいですよね。うん、ということで、じゃあ、はい、固形燃料に火をつけて、はい、ついてない来たー来たー、乗っけて、はい、蓋をしていきたいと思います、はい、YouTube あるあるやね、あるしていきたいと思います。はい、ニンニクを、ニンニク、ニンニク、はい、これはオリーブオイルつけておきまして、おお、あの大仏くんプリン、なんでも、なんの塩分もかかりません、そう、家の中にあったんで、これは入れておきます、はい、すごくイタリアンだ、そう、蓋は大仏、そうそうそう、やっぱね、和的にしといた方がいいからね、はい、こんなに入れておきます。いや、いいですね、ちょっとなんか料理っぽくない、料理番組映っとるか全然わからんけど、まあ、ええか、いや、いいですか、いはい、これに、はい、あのどっかのね、YouTuber さんがね、YouTube 見て、これ、はい、あの化粧品入れに調味料入れてるんですよ、今。はい、まあ、これ見えるか。見える見える、バッチリバッチリ。言わずと知れたぐらい。はい、その2段目が、ソルト。はい、ソルト。ソルト。はい、で、3段目が、ディルっていうね。ディル？ディル。なんかひまわりの種みたいな。そう、これ本当はあの葉っぱの状態だと緑してるんですけど、よく売ってないことが多いんで、あのお魚さん系の料理するときはそれ入れてあげるとめっちゃいいです、はい、もうすでにこのオリーブオイルとニンニクのね、そう、もう最高でしょ、いいね、はい、これ唐辛子だ、唐辛子もここにダイブしてください、もういいですか、はい、いいです、唐辛子ドーン落ちてくるな、はい、ドーンしてください、はい、どう、はい、あ、もうこんだけだ、もうね、十分なイタリアンで、あとここにあの市場で手に入れてきたアサリちゃんがいますので、はいはい、この子ちょっと料理していきたいと思います、はい、はい、ファイヤーします、 OK、 弱火にしよう、でこの子あの火通してニンニクちょっとあの、はい、プツプツしてくると、うん、中に水分が抜けてくるんで、うんうん、そこからあのアサリを突入します、はい、はい、あのこれがユニフレーム、え、トン、トン、これユニフレーム、あ、かっこいいね、かっこいいでしょ、うん、これあの欲しい人のとこのやつやから、いや、そらしてわからない、そらしてわからない、かっこいいもんね、しかもこう置いても大丈夫って、ほら、うわ、ほんとやつかないの、こっちが天才、いい、で、こうあのプチプチしてくると、あ、家でやるときは弱火でやってください、ああ、はい、あの強いとくすぐ焦げちゃう、そうね、はい、で、これあのこいつを、はい、取りましょう、はい、大丈夫です、これあの水分が、うん、飛んでくると、だんだんこう香ばしいきつね色みたいになってくるんで、匂いやな、ね、もう明日やばいよ、こうすいませんね、大丈夫です、そっか、オリーブオイル、ニンニクをね、そう、つけとくと、もうね、あ、もう別にね、つけなくて、今日持ってくるの切ったりするの大変だったから、あ、はい、あ、でもあのキャンプ行くときはね、入れてもらった方が楽なんで、うん、ね、大仏プリンの瓶、はい、そうです、でこいつ辛くなるんで、こう入れとくと美味しいです、で、ちょっと黄色が来たらこの子入れます、はい、で、ここで日本酒だと和風になる、はい、ワインだと洋風になる、ちょっと入れてみます、
結構いいですね。はい、でこの状態であとは蓋して貝が開くのを待ちます。ポンと、いやーいい、やばい、米とアサリ、はい、いいなあ。貝を出しましょう、貝を出しましょうか。貝はちょっとこのアサリちゃんが終わってから見ます。なんか明日生むせえなここって思います。あ、ここはあの和光聖子さんの食堂でやっておりますので、明日のお昼、明後日か、今日は土曜日なので、明後日お仕事始まった時に多分あの社員がなんでこのくせえのって、なんでこんな生臭いのってなっちゃってます。で今日市場でね、取ってきてはない、買ってきた。じゃん、やべえ、しまった、これでかすぎて焼けへんじゃん。すんげえでかいの。包丁みたいなやつなかったわ。包丁あるよ。ほんと、やば、まな板と包丁持ってきますか。もお願いしてもいいですか。あら、うまそう。すごい、はい、1000円ちょっとぐらいだった、めっちゃ安い。ちょっと開けてみますね、こちらボシャボシャしていきますね。やばい、やばいよ、開いてる、開いた、おお、やべえ、やべえ、美味しそうだな。で、もうタイの入る隙ないですけど、うん、これあのここに普通バラバラでいくんですけど、あの、はい、トマトから入れた方がいいと思うんですけど、うん、ここにトマトとパセリ用意してます。はい、うん、大丈夫、こいつ入れておくとあのソース美味しくなりますので、溶かしておきます。うまそうだ。でこれあのトマトちゃんは、うん、あの煮ていくと酸味が甘みに変わってきますので、お料理人っぽいでしょ。料理人っぽい、すごいな。はい、ちょっとね長めに煮といてあげると、はいはいはい、やりすぎるとあっさりちっちゃくなっちゃうんで、あ、はい、あの本当はね、あーソースは別で作るんですけど、まあ、今日はキャンプでこう一気にいっちゃうので、はい、こんな感じで、ね、はい、やっていきたいと思います。で、まあ、このタイミングぐらいにちょっとね、うん、胡椒と塩をパラパラとしておきます。胡椒、これもう多分この時点でアサリちゃんの出汁が出てめっちゃ美味しいはず。うまそうやろ。やばいでしょ。やばい、はい、これタイがゴワーンって乗ったらもう最高。やば、はい、こんな感じでいきたいと思いますので、すげえ、はい、お願いしましょうか。はい、タイに捌くと思わなかった。ここ骨折るやん。本当は骨抜かなあかんねんけど。骨あんの、骨ちょっとこういうやっぱり市場で買ってくるね。タイってね、ここに骨が入ってくるんですよ。これを抜いていかなきゃ、こういうとこ、ピンセット、そう、まあでも今日はちょっと、ね、この2枚でいきましょうか。いきましょう、はい、タイの皮の目にちょっとね強めに塩を振っておきます。塩を強めに、でブラックペッパー、ブラックペッパー、でここにディルをねパラパラっとしてます。であのオリーブオイルを振っておきます。そうや、ほんとに。いや、うまいよ、多分。絶対うまいよ。贅沢。はい、塩胡椒します、これね。はい、ちょっと温めておきます。で、先ほどの、ニンニク入りのオリーブオイル。はい、オリーブオイルちょっと今入れておきました。あの、普通のオリーブオイル全然構いません。はい。火、やべえやつや。ついてますね、タップね。3つ分。湯気がね、こわここから計算づくのね、ここから出てきますから、タイに乗る隙がない感じ。ちょっとね、はい、いただきます。お魚いただきます。
皮面からね、あの、焼いてください。はい。こう、裏面もあの塩と。もう食いたい。もう食いたい。もう食いたい。これは、もう見たらわかる。見たらわかると思う。うん、どう？まずくなりようがないので、あとこの人たちは。でね、市場で取ってくる新鮮最高みたいな。ね、はい。全然いい、ね。そうです、そうです。クーです。本当にクーです。はい。そうで、はい。準備しながらも、ロケーションが加われば、そう。最強なんですよ、これで。これあの、臭み飛ばしに、ちょっとワインをちょっと。美味しいです。ここでね、僕はね、もう一個エンテンになってね、はい、スタミナってね、あ、そういうことですね、はい、本当にね、そういうこともできるね、そうです、ということで、こちら、はい、こんな感じでちょっと表面をパリッとさせて、うまっ、はい、入ります、できた、はい、やばいなこれ、すげえなということで55番クッキング55番食堂じゃない、55番食堂勝手に名前変わったまだ ね、ぼやけとる55番食堂本日のお料理、はい、アクアパッツァでございます、やばいねこれ、でもうちょっとタイのミニ仲間で火入るようにね待ってもらったらもう最高だと思いますので、ご飯炊けたんじゃん、もう炊けた、ちょっとねアサリがあの市場、あ市場贅沢やったんで元気すぎてる、そうそう本当に生きが良すぎてね、洋風酒蒸しみたいなね、そうです、こんな感じです、でもう炊ける、こんなのまずいわけないまずいわけない、まずいわけない、素晴らしい、素晴らしい、完璧ですよ、いただきます、はい、うん、まやばいめちゃくちゃうまい、やばいのよこれ、はい、いただきます、やばうまうまい、うまかねんこんな反則やん、こんなガンでしょ、じゃあこれ火止めますね、もう多分火入ったと思いますので、やべえやばいです、はい、あこれあげますんで、あげますよ、ちょっと取り分けて、はい、しそうなんで、これで、はい、支えながらいきます、支えましょうか、これちょっとこのここ行ってください、ここぜひこれ、はい、これちょっと食べてみてください、やべえ米、でも米炊く前に待ってたらいいんかな、まあいいか、ちょっと食べてみましょう、どんなもんでしょう、痛いっすよね、これは、はい、食べてみてください、いや、痛いがね、すげえ痛い、やばい、ここなんすよ、ちょっとこれ、はい、箸いっちゃいます、はい、やばやばい、やばすごくうまいやん、何これ、はい、いきます、これやばくない、超簡単なのに、はい、これね皮がね、うん、パリパリなのすげえうまい、やっぱ一回焼くのがね、うん、煮るだけの人おれんけどさ、うん、これは、ね、うまい、うまやばいな、どう55番勝負の最高ね、やばやべえ、酒ありますけど、今日は飲めません。車なんで。うん、これはね、はい、安いやつ。ワインに合うよ。そうですね。うまい。
そうでしょ知らへんくせに分かる知らへんくせに合うでしょそううますぎるわ簡単なの皆さん見てください、うん、いよいよ米が炊けたがまーすじゃんやべえいいねいいですねこれあれやろ野田君が持ったやつこれ試作のやつねそうずっとそれ使っとるやばっ感じでしょほら本当やおこげまた炊き込み飯確かに本当やすごいよねやばい最高っすねお肉じゃないっていうのはねそうここにステーキドーン本当はねやりたかったんですけど今日はちょっと朝市場行ったのでうんお魚ねはいお魚ちゃんにさせてもらいましたうますぎましたうますぎ魚ちゃんいやうまそう僕ら大好きなユニフレームさんですはい大好きね、はい、尊敬する尊敬するユニフレームさんコスメオスノーピークさんはい、はい、あいいですねパリパリですよマジかやばいな、はい、タイで飯食うってね贅沢やね、うん、縁起がいいね縁起がいい縁起がいいはいいただきますいきます。タイとクルー、すごい。やばいね。そうだね。うん。本気で。本気で食いに走る。うわ。これはええな。これマジうまい。うまい。世の中を繰り返せ天下デビュー。